中期における分布、アシュール文化は、前期旧石器時代の文化である。アシュール石器で有名である。アシュールハンドワックスフランスアミアンのサンタシュール遺跡を、標識遺跡とし、約170万から160万年前に、アフリカ大陸で出現。その後、アジアやヨーロッパなど広範囲に広まった。アシュール文化における斧などの道具は、アフリカや、西アジア、南アジアや、 東、アジア、ヨーロッパなどの大部分で全気球石器時代に生産され、ホモエレクトスの遺跡でよく見られる。アシュール文化は、ホモハビリスに関連するより、原始的なオレドワン石器技術から派生して、約176万年前に最初に開発されたと考えられている。アシュール文化には、少なくとも中期球石器時代の初期の部分が含まれるが、その終わりは、 明確に定義されておらず、サンゴ案が含まれているかどうかによっては、13万年前まで続いていた可能性がある。ヨーロッパと西アジアでは、初期のネアンデルタール人がアシュール文化を採用し、約16万年前にムスティエ文化に移行した。この文化では、クードポアンのほか、クリーバーやサッキ、手用戦闘機などの白変石器、狩猟用刀玉が使用されていた。 ありがとうございます。